10タイトルツーベースタイムリーになりました。茂木栄五郎大きいですよ。4対2になりました。これで茂木開幕から7試合連続安打です。一番難しいボールだと思うんですけどね。スライダー2つ続けて追い込みました。そしてもう一つスライダー、これはフェアになります。そしてフェンスを越えていきました。エンタイトルツーベースということになりました。左中間への当たり伸びていく、伸びていってレフト取れ、ワンバウンドでフェンス越えました。エンタイトルツーベースです。小郷の逆方向のバッティングがワンバウンドでレフトのフェンスを越えていきました。伸びていきました。伸びましたね、はい、左中間の打球です。伸びていってどうか、ストラカワンバウンドでフェンス越えました。エンタイトルツーベースで内田がホームに帰ってきました。5対1。左中間だけ伸びていきました。いやナイスバッティングですね。大谷タイムリーツーベースが出ました。追い込まれて低く構える角中、左中間割っていく、ちょうど真ん中、さあマーティンが3塁を待った、その後ろ中村翔が3塁回ったところでストップして、あエンタイトルツーベースですか。打球はかなり伸びていきました。やはり菅野から過去4試合かなり打ってきている角中、相性の良さを見せました。ロッテの4番のタイムリーヒットで、まずはね、あまりこう嬉しい話題、左中間に上がった打球ワンバウンドでフェンスを越えていきました。エンタイトルツーベースです。一番深いところワンバウンドでフェンスを越えていきました。先頭バッターがこの回も出ました。リードをしています西川。逆方向への当たり、フェアかファールか、フェアになった。エンタイトルツーベースになりました。ツーストライクと追い込んでいたんですけれども、そうですね、はい、宇宙間に持っていきました。真ん中です。フェンスを越えてスタンドに入りました。エンタイトルツーベースなので今宮は三塁ストップになります。これはマリーンズにしてみれば越えていたからこそだったかもしれません。いやこれはね良かったんですよ、入ってくれて、はい、5球目打ち上げてレフトへ、この打球がサード後方、どうだ、フェアゾーンに落ちて、エンタイトルツーベース、柳田タイムリーツーベース、1点返して5対3、なおもランナー2塁3塁。